はい、以前ご紹介したこちらの動画は究極強化ガラスのご紹介したんですけれども、ああいうのをね、つけているとですね、どうしてもね、このホームボタンとの段差ができてしまうんですが、その段差を埋め、なおかつタッチ ID も使える、今日はこちら、iFinger のご紹介です。本日はね、iFinger のレビューでございます。はい、私もすでに装着しておりますが、皆さん、これ、シールがついてるっていうことをね、お分かりになられますでしょうか。ちょっとピント合わないんですよ、このレンズ。近くに行くと。はい。なのでね、じっくり見ていただきたいと思います。こちらのね、おすすめポイント。ホームボタンの上に被せているのになぜかタッチ ID が反応してしまうというところ。つまり、ホームボタンを完全に保護しております。カラーバリエーションが多彩です。もう頭でカラーバリエーションいっちゃいましょう。まずね、今日ご紹介するのはこのゴールドなんですよ。そして、ブラックゴールド。ブラックブラック。ホワイトブルー。ブラックブルー。ホワイトピンク。ブラック、ピンク、シルバー、ホワイト。結構多彩なカラーバリエーションでございます。もうオリジナルっぽいピンクのなんかホームボタンですけど、ちょっと可愛いですよね。というわけでね、オリジナリティを出せるっていうところがね、いいのではないでしょうか。それでは、開封、そして実際につけてみて、その感度を確かめてみたりとか、見た目とかその辺をね、これからご覧いただきたいと思います。それでは、お楽しみください。どうぞ。はい、それではね、こちら開封していきたいと思います。開封っつってもね、そんなに時間かかんないと思います。じゃーん、以上です。他になんか入ってないんですよ。もう、外側があって、で、対応してる iPhone がここに書いてますね、ずらっと。まあ、これも後ほどゆっくりいきましょう。ガラスフィルム指向でホームボタンの押し心地が悪くなったらこれをつけましょうっていう商品ですね。はい、こんな感じです。ちょっとあえて暗くします。明るくすると見えなくなっちゃうんで、こういう感じでついてるんですよね。この、シールみたいなのの上に本体があるって感じですね。あー、動いちゃった。うん、動いちゃった。それではね、ちょっと見ていきましょうか。はい、こうやって中の台座についてるんで、これを取り外して、はい、出てまいりました。ね、ちょっと見えづらいかなって、わかるかな。もうあのフォゴフィルム、究極強化ガラス貼ってるから、ちょっとやっぱりホームボタンがちょっと遠いんですよね。まあ押せなくもないし、当然タッチ ID もね、起動するのにはするんですけど、なんでバチンと起動するんですけれども、この iFinger をつけると、この隙間を埋めることで、取り付け方、本製品を貼る前にホームボタンとその周辺をきれいに拭いてください。その2、本製品をホームボタンの上の上に置くように配置してください。上から何度か押して完了。1、2、あ、3、はい、おー、段差がなくなりました、見事に。あとはタッチ ID が効くかどうかですよね。ただしこのボタンの中の質感はちょっとこの、あの、何ですかね、 iPhone 独特のキラ、何ですかね、クリアな感じじゃないですね。それはしょうがない、それはしょうがない。いきますよ、いきますよ。タッチ ID、 OK、 効きましたね、行きました。タッチ ID が完全に効きました。はい、まあですね、皆様にね、なんか改めてあの ご説明するほどの、ものではなかったですね。本当にただ剥がして貼るだけのものでございました。しかしこの段差がなくなるっていうのはね、結構いいですね。今まで、このこういうですね、ちょっと厚みのある、要するにガラスフィルムですよね、をつけられてる方でですね、段差が気になる、まあでも大体もうね、こういうのにありがちなんですけど、慣れちゃってると思うんです、皆さんね、使ってらっしゃる方は。僕もね、ちょっと慣れていたんですが、これつけてやってみるとスムーズでありがたいです。はい、本当にいいと思いました。それではね、この iFinger の情報をね、お伝えしたいと思います。特徴といたしましては、iFinger は通常のホームボタンシールと異なって、シール部分に特殊な素材で製造加工しているため、タッチ ID を動作させることが可能です。このシールの縁にはアルミのリングがついており、より上品に光り輝くリングの表面にはライン加工を施しております。ホームボタンに傷をつくのが防ぎたい、もしくはボタンの色を変更したい、ガラスフィルムの段差を解消したいなどの用途にぴったりです。私はね、このガラスフィルムの段差を、解消したいという用途でご紹介いたしましたが、ホームボタンの色を変更してちょっと他の方の iPhone よりおしゃれにしようよっていう使い方と、ホームボタンをきれいに守りたいという方、
うん、この3つの、用途があるということでございますね。そのどれかに、該当して、いいなと思われた方はですね、ぜひ下のアップバンクスターのリンクをご覧ください。対応機種 iPhone5S、iPhone6、iPhone6 Plus です。もう一度ね、ご覧ください。違和感全くありません。ほら、違和感ございません。本当に普通のホームボタンみたいなことになってます。うん。問題ないです。ちょっとね、ただこう、先ほども言いましたけど、真ん中の質感があれですね、貼るときにちょっと失敗すると、もしかしたら、なんか、グイってなっちゃうかもしれませんけど、その辺もね、考慮してですね、皆さんもね、ぜひ、こんな感じ、本当にこれだけ。これだから、置いて、ギュッギュッって押すだけで、つけることができます。はい、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 こんな感じ、こんな感じ。ね、いいでしょう。ちょっともう、くぼみができてしまってるのも、これで防ぐということですね。はい。というわけで、気になるお値段なんですが、下のアップバンクストアさんで、500円。はい。こんな感じで、今日はね、アイフィンガーのレビューでございました。ぜひ、ご購入、検討されてみてはいかがでしょうか。それではまた、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。バイバイ。マグニーチャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。少しでも気に入っていただけたのならですね、下のチャンネル登録ボタン、赤いチャンネル登録ボタンからですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして、今後ともマグニーチャンネルの活動の中でいろんなことをしていきたいと思っておる次第でございます。よろしければですね、下のコメントもしくは下の LINE アットのからですね、LINE アット登録していただいて、リクエスト等ありましたら、ぜひ、一言お寄せください。というわけで今後も頑張っていきたいと思っております。本日もご覧いただきまして、ありがとうございました。それではまた、次の動画でお会いしましょう。